ビレリ・ラグレーンはフランス人のギタリストまたはベーシストである。1980年代にジャンゴ・ラインハルトの影響を受けたギタースタイルでジャズ・フュージョンの世界でもエレクトリックギターの名手として有名になった。スイングだけでなくそれらをジャズやフュージョン、そしてポストバップとを融合させる媒体としても活躍している。ビレリ・ラグレーンは 1966年9月4日にフランス・アルザス地方バランケンスフレナイムの伝統的なマヌーシュロマの家族に生を受ける。彼は4歳からギターを弾き始める。愛情のこもった、しかしとても厳格な違ヌとしての環境で育ったと述べている。彼の父親、フィッソ、母親のベルが、そして兄の外地の影響を受ける。8歳の時に、 ジャンゴラインハルトのレパートリーをカバーして、その頃すでに彼の親戚には、神道と呼ばれていた。ストラスブールで行われた、ロマの音楽祭で優勝し、12歳になるとドイツへの遠征の機会にも恵まれ、後にアルバム、ジャンゴへの道としてまとめられることとなる。アメリカからオファーが来るようになり、ステファン・グラッペリや、ベニー・グッドマン、ベニー・カーアッターといった世界的に活躍する。 ジャズミュージシャンと演奏する機会を得る。1984年にはニューヨークでラリー・コリエルと出会う。後に彼からジャコ・パストリアスを紹介され、フュージョンの世界へと足を踏み出すこととなる。ジャコとは一緒にヨーロッパツアーなどを行い、彼の音楽的な解放への多大な影響を与えられることとなった。ラグレーンはこのツアーでギタリストのアルディ・メオラとの共演も果たしている。 2000年代に入ると、さらに自分のルーツとも言える、伝統的なジプシー・ジャズを追求すべく、ジプシー・プロジェクトや、ジプシー・プロジェクト・フレンズといったアルバムをリリースする。メンバーは、ディエゴ・インバート、ホノ・ウィンタースティンといった、いつもの顔ぶれの他に、アンリ・サルバドールやトマ・デュトロンなどが参加している。ありがとうございます。